はい、こんにちは、ゆうじです。今回は、僕が使っている水素吸入器の導入実績を、積極的に公開できない理由について、お話していきます。僕について簡単に自己紹介しますと、僕は水素吸入を5年以上続けていまして、おかげで肉体的にも精神的にも、本当にいろんな効果を得てきました。この水素についての情報も、水素業界に20年近く携わっている、僕が今使っているメーカーの開発者の方から、この業界のもう最先端の情報から、裏の情報まで、もう多くの情報を学んでいますし、僕自身も、効果のないような水素サロンに通って、無駄なお金とか時間を使うっていうような、そんなような失敗もいろいろしてきました。で、このチャンネルでは、そんな僕が、この水素吸入で、最大限に効果を得られるために役立つ情報をお届けしていきますので、どうぞよろしくお願いします。で、僕が使っている水素吸入器の、その導入実績っていうのが、めちゃくちゃ幅広いですし、それこそもう大物政治家から、すごいもう誰もが知ってるような、俳優とか女優とかアイドルグループとか、あとは、オリンピック選手ですね。あとはプロスポーツ選手、などなど、もう本当に幅広く多くの著名人の人にも、導入している実績があるんですね。あとは医療機関も含めてですけど、ただ、それっていうのを積極的に、開示はできない理由があります。で、それはなぜかというと、スポンサーとしてこちらがお金を払って名前を使わせてくださいと言ってるのではなくて、もう導入先はもうすべて皆さんがプライベート、私的の利用のために、個人的に、自分のその美容面とか健康面とか、スポーツであれば疲労回復とかパフォーマンス向上とか、そういう個人的な利用のために使っているので、なのでオープンにできないというのがあるんですね。結構、水素に限らずですけど、その商品のプロモーションで、芸能人とか、有名人を使って、もうこれ愛用してますみたいなのを見る機会が結構ありますけども、水素でも、医療機関も含めてですが。こういうのっていうのは、大抵はスポンサーとして、その芸能事務所だったりとか、そういうところにちょっと名前を使わせてくださいということで、企業側が、商品を売りたい側が、もうお金を払って、その広告料とかスポンサー料っていうのを払って、で、そういう、有名人を、使わせてもらってるんですけども、先ほど言ったみたいに僕が使っているところは、そういうのではなくて、もう完全にその、プライベートで使う目的で、導入している。で、勝手に名前使っちゃうと、もうそれ自体が、その、無断で、広告に使ってしまうっていうところもよろしくないですし、何よりその、開発者が、そのお金を使って、その権威性を獲得するっていうのは本当に嫌いで、もう本当に製品の中身が、の良さを理解してもらって、人だけに使ってほしいっていう、そういうこだわりを持って、いるので、もう一切そういうプロモーションというか、スポンサーみたいな有名人を使ってっていうのは、基本的にしないんですよね。そういうとこ僕好きですし、逆に、その、有名人とか、そういうのも、お金に物を言わせて、そういう、大々的にプロモーションして、実際大したことないような、商品を、積極的に販売してるみたいなところっていうのは、僕は本当、嫌いだし、そういうよりも、やっぱり本当に、中身が、素晴らしいもの。でも別に、スポンサーとか、広告を積極に使わずに、知る人と知るじゃないですけど、本当に本質がわかる、理解してくれる、そういう人にだけ使ってほしいっていう、そういう、思想というか考え方にすごい共感してるっていうのもあって、僕も使ってるし、実際に物が間違いないので、前回までの動画でもね、そのスペックの部分とか、あとは、でも安全性、安定性、耐久性、で、あとは国際特許とかそういう、ガスの成分の第三者機関からやる、そういう、なんて言うんでしょうね、信頼できる情報だし、機械だし、僕自身も5年以上使って、もういろいろなプラスの効果を日々得まくっているというか、得続けてきたので、本当間違いないなってことで、僕自身自信を持って、こういうのをお勧めしていると、僕が使っている水素吸入器を、勧めているというのがあります。ということで、今回は導入実績を公開できない理由というテーマでお話していきました。
最後まで動画をご視聴くださいましてありがとうございました。僕は水素吸入で最大限効果を得るために役立つ情報をこういう YouTube とか SNS を通じて発信しているんですけども、それ以外にもメルマガを運営しています。メルマガではこういう YouTube とか SNS で一般公開していない情報とか、あとはネットではなかなか拾えないそういうレアな情報、あとは僕が愛用している水素吸入器のメーカーについての詳しい情報などを発信しております。もしメルマガに興味がある方は概要欄に登録先のリンクを記載しておりますので、そちらからご登録くださいますようお願いします。で、今メルマガをご登録いただくとですね、特典というか、プレゼントということで効果を最大限得るための水素吸入器の見分け方のマニュアルとか、あとは知識をまとめた冊子をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にご登録くださいますようお願いします。